創白状とは、古代、中世の日本において、土地家屋などの投下交換行為である、創白を行う場合に、当事者双方が、権利移転の事実を明らかにするために作成した文書、会見、会場とも、創白時に双方が事故が創白に差し出す土地及び、その不随物について記載した、創白状を作成して、相手側に主行して、後日の紛争回避のための証拠とした。 これらは、譲り状、寄進状、紛失状などとともに、鉄疑証文を構成することとなる。古い蒼白状は、民間が、監視に上申する際に用いた字の書式に始まるが、用いられている。これは、律令制における土地の権利移動が、軍事や教式などの証番を得て、初めて効力を有したことに由来している。上申文書としての字は早くに廃れたが、 宗白状における、この形式は、むしろ長く用いられていた。律令制の主官とともに官を挟まずに、相広相手に当てる書式に変化して、変え、捧ぐや、宗白を書き出しとする文書が現れるようになる。研究7年10月4日付で、東大時代肝心である長元が、土見門道みとの宗白のために作成した、宗白状が残されており、 事故の所領であるにコと道地下の持つ漆及び家路との総白を行ったことが記されている。ありがとうございます。